初代トレバー男爵、トマス・トレバーは、イギリスの裁判官、政治家、大法官、王子少女、枢密院議長歴任。ジョン・トレバーの次男として生まれ、家庭で教育を受けた後、1672年にインナーテンプルに入学、続いてクライスト・チャーチに進学した。1680年に弁護士資格免許を得た。 1683年に直線弁護士に任命され、1692年に騎士尺に除され、法務次官に任命された。1695年には法務長官に昇進した。1701年、民事訴訟裁判所大法官に任命され、他にも数密院顧問官、国事証書の職を得た。1712年、ブロムハムのトレバー男爵に除された。1707年、 王立教会フェローに選出された。1714年に、ジョージ一世が即位すると、ジャコバイト市示の疑いをかけられて、職を解かれたが、1726年より、王子少書、ローズ・ジャスティス・リー・ジョンズオブザ・レルムの一人、数密院議長、チャーターハウスの院長として復帰した。トマスの息子、トマス、ジョン、ロバートが、相次いで、男爵位を継承したほか、 4男のリチャードは1744年から1752年まで、セントでエビーズ主教を務めた後、ダラム主教を務めた。ありがとうございます。